皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。キレのあるカッティングの秘訣その5の動画ということで、今までそのフィンガリングのこととか、ミュートのこととか、ピッキングのこととか、いろいろ細かいことを言ってきましたけれども、今回の動画はこのボールペンを使って、皆様の左手のミュート具合をチェックしていこうかなと思います。うまくできていればかっこよく聞こえるし、きれいに聞こえるし、うまくいってないと雑音が出るしという感じで、ぜひともこれはですね、皆さんチャレンジしていただけると嬉しいなという感じでございます。ボールペンは本当にもう何でもいいです。もう本当にこういう、ね、マーカーとかでも構いませんし、なんかちょっとこう握りやすくなっているボールペンとかシャーペンとかでこう膨らみがあるタイプのもあるじゃないですか。あれはちょっと NG なんですけれども、まあ、こうラバーがついていたりとかしても、まあ、普通にまっすぐだったらもう何でもいいです。僕はこのサラサクリップの、リラックマショップで買ってきたリラックマのボールペンで、まあ、今回やるんですけれども、まあ、何かしらまっすぐなボールペンを用意してみてくださいませ。鉛筆とかでも OK です。で、まあ、どんな感じでやっていくかというと、ピッキングをせずにこのボールペンで弦をこうバシ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 と叩いてフレーズを弾いていきます。早速やってみたいんですけれども、こんなフレーズをやります。こんだけのフレーズ、うまくできるでしょうか。意外と簡単そうにやってますけれども、やってみると結構難しいと思います。まず人差し指が6弦の5フレット、そして小指が5弦の7フレット。で、まあ、A のパワーコードですね。A のパワーコードを押さえます。で、ボールペンで1回弦を軽く全体的にスパーンとこう叩いてあげます。なんかこうぶら下げて、ちょっとこうね、ボールペンをまっすぐ弦に当ててあげるような感じです。あんま傾いたりとか、斜めたりとかすると、全体的にペンが叩けないので、1弦から6弦まで全体的にペンが当たるようにまっすぐ下ろしてあげましょう。こんな感じです。で、この時のフォームは、小指がお腹で1弦から4弦までミュートしていて、人差し指が1弦から5弦までミュートしているというフォームですよね。薬指でやっている方もまあ一緒です。薬指がこのお腹のところで1弦から5弦までをミュートしてあげるという感じ。で、うまくいっていれば、こんな感じで6弦と5弦の音しか出ないはずなんですけれども、失敗すると、まあ、こんな感じでいろんな開放弦の音が出てしまうと。こんな感じで。そうではなくて、6弦と5弦の音だけが出るように、うまくこの指使いを調整してみてください。で、出したら、音を出したら、指を浮かせて、ブラッシング音っぽい音を3つ入れます。こんな感じです。音はできるだけクリーントーンの方がいいかと思います。こんな感じです。で、その次、ポジションチェンジをして、人差し指が5弦の4フレット、そして小指が4弦の6フレット。で、C シャープのパワーコードに行きます。で、手順は全く一緒で、という感じになります。さっきと違って、この人差し指の先っぽとか、あと余ってる中指とかで6弦の音をミュートしなければいけないので、ちょっと難易度が上がりますよね。やっぱりこのミュートがうまくできてないと、どうしても6弦の音が。こんな感じでノイズとして出てしまうんですよ。こういうのはもう、なしな方向でいきましょう。目的の音しか音が出ないと。まあ、この場合は5弦と4弦の音しか出ない状態を目指してください。で、そのまま同じように、1フレット、こっちに持ってきて、5フレット、7フレットを押さえて、D のパワーコードを弾きます。で、最後に2フレットまた上げて、7、9フレットでやってあげると。そうすると、こんなフレーズが出てくるはず。こんなんです。うまくできましたでしょうか。まあ、ちょっとこれがうまくできないよ、ノイズがいろいろなってしまうよ、開放弦がいろいろなってしまうという方は、この左手のフォームを、ね、いかにこのきれいにするかと、いかにこうミュートをするかということをちょっと研究してみてくださいませ。一応、今回 の, その、ね、カッティング、キレのあるカッティングの秘訣のビデオの1から、まあ、4番までガーッと見ていくと、結構そのフォームのヒントみたいなのがたくさんあるかと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。こんなん余裕だぜ、全然できるぜという方は、もうちょっと難しくしてみましょう。
A のパワーコードではなくて、バレエコードを押さえていきます。人差し指で5フレットを制覇して、中指で3弦の6フレット、薬指で5弦の7フレット、小指で4弦の7フレットという感じです。A のパワーコードじゃないや、A のバレエコードですね。で、さっきと同じような手順で、こんな感じに鳴らしていきます。くれぐれも、みたいな感じで、何かしらのところが鳴りっぱなしというのがないように気をつけてください。で、次のコードは C シャープのパワーコードではなくて、C シャープマイナーのバレエコードでいきます。人差し指を4フレット制覇して、中指で2弦の5フレット、薬指で4弦の6フレット、小指で3弦の6フレットという具合です。で、人差し指の先っぽのところで、この6弦をうまくミュートしてあげないと、という感じになってしまうので、人差し指の先っぽをうまく使って、6弦を軽く触れてあげるようにしましょう。で、同じように次は D コードに行きます。人差し指が5フレット制覇で、中指、薬指、小指がそれぞれ4弦、3弦、2弦の7フレットを押さえます。こんな感じです。薬指1本でやっても大丈夫です。やりやすい方でお願いします。で、そのまままた2フレット上がって、E コードにして、と繰り返しやっていきます。ちょっとやってみましょうか。ゆっくりやると。A、C シャープマイナー、C 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 シャープマイナー、で、D。で、最後に E に持っていきます。で、また繰り返してと。これも全然余裕だぜという方は、普通にこう普段やっているカッティングフレーズとかをですね、このボールペンでちょっと実践してみていただけると結構面白いと思うんですよ。その常にボールペンが全部の弦をこう、ね、叩いていくので、全部の弦をこうミュートしなければいけないと。弾く音と弾かない音をしっかりコントロールしていかなきゃいけないわけですね。どっかしらでそれが甘くなったりとかすると、やっぱり開放弦音が出てしまったりとか、どっかしらで押さえっぱなしの音が出てしまったり、音が出てきてしまったりすると。そういうのがないように、ちょっと自分が今練習しているカッティングフレーズなんかをこれで練習してみていただけると嬉しいです。あんま早いのはできないですけどね。アップピッキングはないんで。例えば。やっていただけると、結構いろいろこのミュートが甘いところが見えてくるかと思います。ゆっくりやってみると、例えばなんだろうな、前にその僕の手癖でやったフレーズとか、お、ここもですね。意外とこのボールペントレーニング、自分のこのミュート力といいますか、このミュートのテクニック、技術をチェックする上ですごく面白い練習法だと思いますので、ぜひともチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえずまとめますと、最初は慣れていない方は、こんな感じでパワーコードで練習をしてみて、うまくできるようになってきたら、バレエコードで練習して。で、さらにそれもうまくできるようになってきたら、今までやってきた練習してきたフレーズとか、覚えているフレーズとかを、みたいな感じで練習してみたりとかすると面白いよということでございます。ちょっとお遊び感覚みたいなのが強い練習法ですけれども、結構発見はいろいろあるかと思うので、興味がありましたら、やってみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。